皆さんこんにちは。麻雀スリアロチャンネルプレゼンツ残企業リーグ2024レギュラーシーズン第1節10回戦の模様をお届けしてまいります。本日はアルタイルジャパン、サキュアス、麻雀デイサービス、ウェルチャオ、こちらの3チームの対局をお届けしてまいります。実況私橋本亀、そして解説にはゲストで来ていただいております大阪梅田健康麻雀2番目より麻雀警察さんマスターさんの2名に来ていただきました。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ3連覇がかかっている企業リーグということになるんですけれども、はい、お二人まず麻雀警察見事なトップを取って、まあ出だし良かったですね、はいはい。先ほどの、6回戦か、ね、はい、タイム2着、タイム2着でした。いかがですか、マスターから見て今期のこのチームが増えて、そう、準決勝が6組です、はい、結構狭い関門になったと思うんですけど。そうなんですよね、昨年は4チームが落ちて6チームが勝ち上がりといった形で、うん、落ちるチームを作ったらっていう発想もあったんです、うん、はいはいはい、で今回は逆に落ちるチームというよりも自分らが上に行かなくてはダメというような、うん、はい、プラスの、計算で考えてます、うん、はい、なんかある程度チーム方針としても前に攻めていくぞみたいなことも出てくる、うん、そうですね、はい、はい。さあ、そのですね、健康マージャン2豆の方にはお二人ちょっと解説として来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、本日の対戦カードを早速ご紹介していきましょう。本日、アルタイルジャパンから藤原ニコ、サキュバスからマグリコ、マージャンデイサービスウェルチャオから峰村義孝という以上の3名での対局ということになります。で、藤原ニコさんに関してはいわゆるクイーンズカップとかでも対局何回か見てるんですけれども、うん、そのサキュバス、そしてウェルチャオという、うん、新参戦の2チームのこのお二人、ちょっと情報が僕全くなくてですね、マグリコさんに関してはコンカフェの経営とかもされてる。ああ、そう、はい、水曜日の夜市ね、カフェ一緒にあるところですよね、はい、あ、そうなんですか、うん、詳しいですね。いや、行ったことないですけど、はい、なんかツイッターでよく見かける。ああ、なるほど。麻雀が好きな女性の方、はい、なんかツイートとかこう流れてくるんで、はい、マグリコさんだみたいな。麻雀も大好きみたいですね。あ、ぜひちょっとその対局内容楽しみにしたいと思います。そして、ウェルチャオの峰村さんに関しては、ウェルチャオに所属という形ではないそうです。マーチャオさんの、うん、あ、マーチャオの人なんだ。マーチャオさん、峰村さん、マーチャオの方だそうです。そうなんだ、はい、なんかさっきこう廊下をこうすれ違った時に、なんかこう立ち回りがマーチャオっぽかったみたいな。なんか落ちてるか、立ち回りマーチャオなんですか。なんかスッとなんか動いて、セットタクトね、どうぞ、どうぞ、みたいな。そうそう、あ、なんだよ、マーチャオっぽいよな、動きマーチャオっぽいなと思ったんだよな。この女性2名対マーチャオの人みたいな構図にもあるのかなと思います。シャキッとした人ですね、はい、ぜひこの対局の内容最後までご覧いただきたいと思います。まもなく選手入場となりますので、しばらくお待ちください。さあ、それでは選手の入場です。まずはチーチャスタート、アルタイルジャパンから藤原ニコ。お、ニコちゃんだ。アルタイルジャパンに初起用という感じが進んでいます。進んでます。すするさんがスタートで始めていただいたそうなんですよ。あれが今チームに流行ってるそうです。続きまして、なんちゃスタート、サキュバスからマグリコ。あ、マグリコさんだ。でかっ。でかいですね。でかい。あけ、もう何がとは言わないですけど、はい、何がとは言わないですけど、でかいです、ね、でかい、ね、最後にマージャンデイサービスウェルチャオから峰村義孝。でかっ。あ、マーチャオっぽい、マーチャオっぽい。あ、ウェルチャオマークですね。決まりました。 あれがウェルチャオマーク、ね、ウェルチャオ。さあ、という以上の3名による対局。コミカル、コミカルですね。なんか今の動きは確かになんかマーチャオ感ありますよね。はい、ただいまって言って僕ジンジャーエール持ってきてもらうときあんな感じだった気がします。さあ、まもなく運営の合図で対局が開始されるかと思います。あ、モーションですね、練習です。素振りですね、素振りですね、はい、もうイメージは大事ですから。この間なんか胸が手牌に当たって倒してたんですよ。あ、だからこう自分のこう背中をこう前に出すようにして積もると、そっかそっか、そう、モーションで、そう、だから僕らにとっての襟っていうか、襟に当たるところなんですよね。そうそう、襟がこうね、手牌に当たって倒れちゃうみたいな、あの感覚でこう胸が当たってしまう。それはすごいですね。
峰村さんも峰村さんももしかすると当たる可能性、胸が当たるいやいやお腹が当たってますさあ今運営の開始の合図がありました。ゲームスタートです。10回戦の模様をお届けしてまいります。ちーちゃにアルタイルジャパン藤原ニコ、ニコちゃん貫禄出てきた、ランチャにサキュバスマグリコ、チャーチャにマージャンデイサービスウェルチャオ峰村ヨシタカ、以上の並びです。トンの一曲ドラはリャンピン、こちらご覧いただいているのが親の藤原のハイパイです。やっぱこのね対局ルーム久々に入ると緊張しますよね。そうですね。さあそしてなんちゃのマグリコを今ピンズの形がよく見えました、うん、峰村ドラのリャンピンが2枚、そしてトントイツ、うん、ここはペーから。さあ各社のハイパイ見て、まあ形良さそうなの、まあこの小型2人がいいかなというふうに見えますが、はい、マグリコさんがいいですね。はい、はい、さあ藤原ここはリャンゾーが重なって、うん、はい、急ぎ選択。マグリコさんもくっついたらすぐイーシャンテンですよ。いやあっという間のイーシャンテン、もうなんかイーシャンテンと言っていいようなリャンシャンテン、はい、リャンピンアンコになったぞ。完璧だ、強力ドラですよね。鼻ハイも2枚抜いています。これどっかほぐさなきゃいけない。リコちゃんリャンシャンテンなんですけど、これチートイツのチートイツを見てますね。はい、うん、だからイーピンが2枚切れてるんでちょっと辛いですね。はい、そしてこの3ピンに2ピンくっついてイーシャンテンになったマグリコです。はい、テンパイよどみない、そのよど、その横ではよどみなくテンパイ、先制テンパイは峰村のリーチ。あ、そうだ、いやートンが一発で出た、これを捉えた峰村、まあ、リーチ一発トン、うん、ドラさん花花赤いらないもんね。いやー倍満の上がりになりました、うん、仕方ないですね。もう明らかにいらないんで、うん、はい、もうこれはもう誰がやってもこういう法上になってしまうというようなちょっとアンラッキーな形でしたね、うん、ついてないですね単純に。さあ大きく加点は峰村、今度2曲マグリコの親番です。ドラはチューン、あ、これバラバラっぽいな。いやちょっとちょっとバラバラですか。中ハイが4つですね。このあと補充してくる2枚次第ですね。はい、そうだな。うわっ、あ、ごめんなさい、今2枚やってます。ショーだったよ、片方。ああ、はい、はい。まあ一旦抜いてきて、何を聞く？うわっ、ちょっと待って、ちょっと何これ。あ、でも何アンコだったの？何がアンコで、トンが1枚？トン1枚、シャン2枚。シャン2枚。いや、なんならイーモン9万も温存してマンコン。というか、峰村の形が良すぎる。はい、いや、シャンですね。早いですね。いやー、ちょっと、これ、ただ形良さそうに見えるだけに藤原の手配、なんか思うとこが先制パンチ食らって手詰まるとかもありそう。うわーチーピン入ってチートイツのイーシャンテン、これチートイツになると逆に時間かかりそうで、ロコブロックに組みましたね、うん、はい、まあ、いずれどこかほぐすか、それともチートイツ、うわーシャーンコになった、本一に向かって一直線、いかついぞ。これはこれ1枚しかないんでね。さあ赤ウピンを引き入れて伸ばしていくのがシャーちゃんの、これどうする、でも泣かなくてよくなったよねこれで。泣く必要は、そうですね、うん、シャアがアンコになったので、そうですね、はい、あ、この形ですか、まあ、ね、はい、うん、はい、これで完全にシャンテン早いな。いやこの速度感、なんかサンマならではという感じもしますが、まあ二度受けとはいえちょっと形が過ぎるね、はい、もうすぐテンパっちゃうな。うん、そうですね、チューンなんかいらない、はい、もう一枚切れのチューンは堂々と切り飛ばす。まあ基本は泣かないでしょうけど、こうポンテン取れることってあるんですか。ありますよね、はい、二度受け解消しますので、あ、はい、じゃあ相手のその速度感とか、はい、ソーズ引いてね、二度受け解消したいですね。うん、あ、この三層回りで、ね、これ難しいですね。ここで三層いきますか。三層切った。はい、なるほどね。はい。スッチーソー引いた時両面になりますね。はい、マグリコさんってちょっと思いが、うん、面白い手配なんですが、ちょっと脇の二人の速度感が、これは九ピンか。ローピン。まあタイヤを、まあ、タイヤをよし、エッツにするかタイヤをするかって話でね、うん、でもこれね、ニコさん苦しいんですよね。でもソーズの4、5、6、7が全然ないんですよ。これローピンつもぎってもいいですね。そうですね、まあ、9ピンと切るとね、ウーピン引いた時に次にローソーウーソとね、あー、なるほどね、そうかそうか、はい、リアウッパーに上限になってるのか、はい、ウッパーか、ウッパー、まあまあ、パーピンと言ってもロー9ピンです。あ、いずれにしろどこかの二度受けは残る、はい、残す範囲の安全度とかもね、うん、あるからね。親からダブトンが出てくる、うん、でもこれよく見たらあれだね、峰村さんのこれなんだ、いや、それなんだ、イースーピンのターツ、はい、パーピンか、これはパーピン切るか、パーピン切るのか、まあ、つもぎりでも、うん、つもぎりでも、まあ、はい、いやこの手、これでね、これリャンシャンテなんですよね、うん、うん、しかもちょっと重い、想像以外を受けないからね。いやただちょっと速そうに見えてた峰村のイーシャンテンがまだテンパイまでいきません。サブロケーブ薄いんですよね。
これ峰村さん、そうだからサブロッキー分薄くて意外に時間かかる。うわ、引いた、引いたわ。サブローピン、はい、先制リーチに行きます。でもサブローピン今地ではないね、別にね。サーピンが1枚ですね、うん、はい、いや、なんだニコちゃんローピンに出しちゃってるんだな。このサーピン、サーピンも間に合わせてるという形でもなる。そうですね、想像が立てればね、はい、でも想像立てれない、こう峰村さん持ってるもんね、想像ね、まあ、サーピン1枚、ローピン1枚が残りですね。じゃあこれスッチソー入れたら出ちゃうな、これしょうがないか。いやー、これただ潜り込み前イーソー切ったところカンちゃんターツが、うん、うん、復活なるかどうか。9層。9層は取っていない。無筋です。2巡目に、まあ、9層ぐらいね。1層は切られていると。9層ぐらい。復活だ。え、入った。テンパイだ。突然の復活？今、9層を切ると現物。どうしよう。9、まあ、層、9層。パーソー、もしくは何キットの、何キットのペンチ層もあるのか。はい。パーソー切って。あ、9層、あ、逆にね、逆に今出た9層短期。はい。むずいな。あ、リーチ。リーチいきましたよ。いや、これ、白ポッチを見てのリーチですよね。1枚いるの。しかも、待って、急走何枚いる？急走が2枚いますよ。2枚。急走2枚。白ポッチ増えて3枚。2対2。え、これニコちゃんも。2対2はもう分かんないよ。2対、わー、ニコちゃんポッチ！これしかない！これしかない上がり！裏ドラも1枚。リーチ一発も。メンホン。メンホン、赤、花、裏。親の倍満だ。1万2000オールの2枚。これはすごい。一発白ポッチの3枚ですね。はい。はい。これすごいな、これ。強烈なツモ上がり、ザンリーグデビュー。リーチは行くけどね、街一生懸命考えたけど、何でもよかったね。そうですね。いやー、ゲニ恐ろしきはリーチの底力。でも行きにくいんですよね、どんどん、ね。いやー、素晴らしい判断でした。はい、すげえ。ペンチースは残り3枚です、ね。トンの2曲1本バー、そしてまた峰村チャンスで。なんだこれは。いやー、一人。置いて帰ってるような形の藤原。さあ、花杯3枚です。花さん。花4枚抜くと役満周期がつきます。打点としてはドラ4になります。ありますよ、ワンちゃん。花さんもここに入ってる人いるとか。いや、でも形めちゃくちゃいいぞ。めちゃくちゃいい。出ましたって。いや、補充、補充が。いい数値、いいの数値ぞ。めちゃくちゃ早い。マスターめっちゃ助かります、それ。いや、峰村さんもすごいいいです。いや、いいですよ。サボロソとヒッツキです。いや、これも強い。みんないい。全員いいぞ、これ。ぶつかりますね、これは。これはメーカーにぶつかる。まあパーソーかな。パーソーですね。一応6ブロックですが、パーソー切って。まあ、急走が縦になってもよしと。うん、そうですね。はい。で、急走ドラですね。すごい手ですね。はい、いや、うわぁ、ここも悩ましくなってくる。これ頭切って、9ピン？リャンピンと行きたいところですけどね。うん、はい。まあ、ローピンかリャンピンだと思いますが、ちょっと高くしたかったんでしょうね。ここで二度受け解消の形。ピンパーピンが、あ、うん、あら、同じく頭切りましたね。お、ドラの急走外した。なんかみんな伊達上げに行ってないちょっと頭切り流行。みんな先立ってるよね。頭切りが。いや、ちょっとあの一発白ポッチで、うん、みんな熱くなってる。叩くが煮えてるかもしれません。はい。みんなこうなんか内側に寄せてきてるよね。はい、どちらもシャンテン落としてますね、うん、はい、こうするとこの間に藤原2個が追いつくという線もあるのか。あるし、シャーのシャーを投げる形でリャンピン切りが5ブロック綺麗に揃う形でいいんですね、うん、はい、これ追いつきそうですね。これシャーはどうなんですか。あー、これはこのまま急走、はい、痛いけど、一旦急走、あ、てか急走ドライなんですよね。急走ドライなん、多分ちょっと仕方ないですね、はい、そうですね、はい、まあ切っちゃったしね、はい、うん、はい、今多分本人気づいたかもしれませんね。そうですね。多分急走、対策するときにまさかドラだったら気づかなかった。ニコちゃん、いいシャンテン。いいシャンテン。目いっぱいに持ちましたね。でも急走2個出てましたよね。そうなんですよ。だからこのシャーと急走のシャンポンってすごく打ちづらいんじゃないですか。はい、だからスーピン切りが良かったんですけどね。うん、なんかみんな、くねってますね。はい、くねってますね。な、いやー、はい、なるほど。これで、あ、これただ、これやばい、何切るかな。運送をキープすると。ちょっとしたらイーソとか切りません？いや。ロウソとか。まあ、切りそうですね。で、一通みたいな。でも、ウソ切った方がいいですね、さすがに。あー、一通。これ、でも、これ一通に、これ一通になったらすごいけど、まず、テンパイしないと上がれないから。そうなんですよね、はい。リャンピン。これ、いや、ちょっと待って、これはね、これはね、すべてを捨てきれなかった人の打敗ですね。保留ですか。うん、何も捨て。峰村さんも。今、これ、ん？今何度起点しました。今何も捨てなかった。今この人切らなかった。何も切らなかった。結果リャンピに峰村さんローピン切りましたよ。でサブローキューさん二度受け置いてます。嘘切ったら、うん、さんそこさっき二度受けじゃなかったのに、はい、そうそう二度受けにしちゃった。いいピン、はい、なぜか皆さんしくってますね、うん、いやこれはどうなるか分からなくなりました。いやこれかなりくねってますよ。はい、さあこれカンパソのフォローも効く形、うん、そうですね、はい、
これそうや、まあ、ニコちゃん上がるんじゃないですか。シャア投げたシャアが投げたシャアが全然顔出さないんですよ。いやもうカンパス引きますよこれ、はい、カンパス1個しかないんです。はい、1個しかない、はい、でも1個あれば待ってこれ3ピン切ったら想像にくっついて、そうですね、それもいけますが、うん、頭なくしちゃった。頭を切り続けてますね。はい。ああ、これどうする？ウーピンしかない。まあウーピン、まあウーピンか、ササリウーピンか。両面、両面だよね。だってパーソー2枚ないけど、はい、うん。これでいいシャンテンですね。まあ、とりあえず3ピンです、ね。一旦3ピンになりそうですが。はいはい、いやー、思った以上に長引いた一局になっています。まあ、あそこでこれでシャーとシャー解消しましたが、うん、ウッパースそのものはどう見えるか。ウッパースはね、ニコちゃん、あ、つもぎった、つもぎったけどこれいい感なんですよね。なんか誰も上がろうとしてないように見えますね。そんなことない、そんなことない、そんなことない、いやいやいや、シャーポン、シャーポン、あ、シャーポンだ、冗談、サブロピン、はい、あれテンパった、まあ、リアムソーかな。いや、あ、リアムソーがサブロースだけど、さすがに枚数が、はい、リアムソーですね、ロース切り。あの、いや、もしかするとあの緊張感の中で判断、なんかいいピンと急走が何か言いたげな表情を放ってませんか、うん、なんか皆さん忘れてますけどね、花4まだ残ってるんですよ。ああ、そうでした。もしかして花4待ってるってこと。花4待ち、花4待ち、花4はねテンパイ早いとできにくいんでね。これテンパイだ、これリアムソーですね、リアムソー。いや、花4が全然あるんですよ。花4だったらすごいな。いや、このルートはないぞ。花4になったらすごいですよ。すごい。なったらだって10枚ですからね。なったら10枚ですよ。花4になるために時間をかけたみたいな。一番早そうに見えた峰村撤退。時間をかけた。花4、まずはどうだ今。リアムソーどうなの、いる、リアムソー自体は。そうでしょ、ここに、もともと、5枚待ち。藤原2枚。うん。3枚。自分で3枚。うん。え、峰村さんに1枚。あ、1枚？いや、そんなことないでしょ。2枚ぐらい、3枚、5枚待ちで3枚疲れが2枚残ってます。2枚残りですね。花もいる。花もいます。いや、これ、ちょっと。あ、この、あ、パーソー。花は？花はまだいない。顔出さない。あれ、白ポッチはないんだね。白ポッチありません。白ポッチない。サブローピンも薄いんですよね。うん。いやー、これサブローピンも厳しいですよ。あれ、鳩村さんもちょっと上がりそうじゃない？おー、びっくりした、うん、鼻に見えましたね、ちょっと、ね、ちょっと上がりそうじゃない、峰村さん、あ、峰村さん、ごめんなさい、峰村さんですね、うん、パーピン、これは現物、鼻灰は、あ、リャンゾーつも上がり、そうだ、メンピン、メンピンつも、ドラ6、うわうら、うわ、え、メンピンつも、ドラが1,2,3,4,5,6,7,8 トリプルだ、トリプル、うん、3倍マンなのが11本だ、なんと1万8000は1万9000、オールの2枚、これはね、頭切ってはいや、僕、あ、ちょっと大丈夫ですか、ね、あ、そうですね、はい、ちょっとエレベーターに入ってもちろん、うらうら、いや、多分ね、最初の急走切りからこう勘違い始まって、多分途中でちょっとね、そうそうそう、パニックもあったかと思いますが、はい、なんとか上がりを手繰り寄せました。結果的には一番高い上がり、そうですね、なんなら大花になっても100万コースまでね、ないことはなかった。さあ、ドラがイーピントンの2局2本場です、はい、今ですね、これトップ目のマグリコが9万7000点のトップ目、はい、そして、こちら今ご覧いただいてます、峰村が3万4000、はい、そして藤原1万9000点の3着目という展望状況です。トンの2局で、かなり大きく展望が動いています。これもう羽は横移動でね、ふっと終わっちゃいますよね。はい、いや、そうですね、うん、これ3万点の2着ってマイナス4枚じゃないですか、はいはい、なんかや、なんか地味にやってですね、この展開でマイナス4枚に終わっちゃうっていうのも、うん、結構チップをね、あの、捉えちゃってるので、そうですよね。さあ、この形ピンズドア4連携になりました。まずこの親落とさないと、ね、どう落とすかですよね、うん、親番来ないとね、やっぱり稼げないから。さあ、花灰で3位打点が上がってくる親のマグリコ、一歩前進ですが、一歩前進、これでいいシャンテン、いいシャンテン、はい、はい、ペン三層をどうするか。俺、峰村さん、さっきの曲何か勘違いしてたんじゃないかなと思うんだよ。そうでしょうね、うん、俺なんか多分どうしますかね、これは一旦急走、ピンフ系のことを考えると急走、はい、ペン三層、パーピンシャンどっちかですよね、はい、パーソンを切るメリットって何があるんですか。だから連続系でピンフ残しか縦残すかどっちかだけど、はいはい、あ、まあ、ピンフの方がなりやすそうだよねっていう、うん、
まあ9層の方が同じ残り1枚が残ってる確率が高いってことですね。あとなんだろうな、パーソン切っちゃうとローソンとか引いた時に両面にならないから、そう、まだ横の火見てるよっていう。お、これはこっち鉄のイーシャンテン、イーシャンテンですけども、はい、見てますね。変わるとスアンコまで、うん、はい、トイトイのリアンシャンテンですね。はい、あ、これね、このローソーですね。このローソーで何切るんだって話なんだけどね。何切るんだって話ですよね。一旦9層、はい、なるほど。まあ数ピンか9層、ね、はい、うん、どっちかのね、うん、まあでも一応そうだな、はい、ピンズ4連携とはいえ2度受けだからな、ちょっとむずいですね。このピン3層がね、3枚になります。いや、いるんですよね、うん、まだ3枚いるこのピン3層。マグリコ、ここはどうする。お、イーソー外す、イーソー外しましたね。なるほど。これまあ、あんまり迷いなかったですね、あの椅子。はい。そうですね。ちょっとロコブロックっぽい感じなんですけどね。うん、はい。ああ、リャンピンが入って。あ、パッソ、やっぱり椅子いきました。タイヤを強く見てるか。はい、テンパイだ。はい。白ポッチは見えている。リーチにいた。はい。リーチ、イーペーコ、赤赤花。まあ、皮強いんでね、多分リーチしてもあんまりこう、なんか、うん。上がりとか。うん、うん。変わんないっていうか、押してくる相手は同走してくるし。で、その酸素がここで浮いてます。いや、ここで浮いてます。酸素が浮いてる。でもヒントないんですよ。まあ、唯一筋ぐらいです。シーピンから。唯一筋ぐらいしかない。行って進むと。しばらく出ないってことですね。うん、これはもうほんとヒントがないから、いやないですね、うん、あ、難を落としていく、ね、リーチの皮ほんとスーピン以外全部幼虫杯なんですよ。いや、めちゃくちゃ強いですよ、うん、この皮3層つまがり、はい、早いな。リーズもイペーコードラさん、ハネハネマン、40008000は60001万のつま上がり、日本版ですね。はい、さあ、マージャンデイサービスウェルジョンのミネムラにも初上がりが出ました。この3曲、この3曲です。まだトン三曲です。ドラワチューン、いいね、ダブトンあるよ。いい形、ダブトンが統一、ダブトン三ピンが統一で花牌1枚、シモズがペンカンちゃんだったのか。さあ、リーチャンから何が出てくる。スーピン、うん、さあ、このトンがどうだ。歯なくね、これは。あれ、反応しませんでしたね。はい、ほんまか。いや、仕掛けてもね、結構苦しいんですよ。まあ、確かに形悪いな、はい、うん、仕掛けた後のことを考えて、はい、はいはい、ここはスルーの判断、スルーもいいと思います。俺泣いちゃうの飛びつい飛びついちゃうの慌ててポンって言って、ああ、そうそう、ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、それで泣いた後に形の悪さに気づくみたいなね、ありそうですね。さあ、そしてこのシャジョンマグリコはピンズの本質模様、いやー、そこ2枚目はどうする？ポンした。ポンの声がかかりました。峰村、ね、ダブトンポン。いや、リャンゾーとかないですか？そこ、イース、それはもうそれ頭ができるんで、ね、はい。これは3ピンを切って、イーシャンテンです。まあ、イーシャンテンからイーシャンテンですかね。はい。はい、このトンポン製図を見ると、峰村さん結構重厚のタイプなのかなと思いますね。かもしれませんね。うん、はい。そちょっと考えてます。いや、これ、いや、から切りかどうか。いらないんじゃないですか？あー、なるほど。イースピンリャンソンしましたね。イースピンとリャンソンの、はい、まあ、アリアン面2つという形。はい、ナンをポンして、イーシャンテンに仕掛けていくマグリコ。染めてだ。はい、このナンポンっていうのは、かどうなんですか、イーソーチーソーと切り出してはいるけれども、ど、はい、今の段階どうなんですかね。テンパ、まあ、本一っぽく見える。はい、うん、さあ、これでイースピンのテンパイが入った。イースピンを選択しましたね。ドラのウースを狙わずに、ああ、なるほど、はい、5が全部ドラにつき、はい、うん、まあ上がりやすさの方ですかね。いや、上がりやすさと言いますか、イーソチーソの切りを見とったらやっぱり竹の方がいいかなっていう感じもあるんですけどね、うんうん、マグリコさんがね、ピンズを集めてる可能性があるってことですね、うん、さあ、そしてこの白を切って藤原美子、これリャンシャンテン9層現物、マグリコこうは急速キープしましたね。これ現物、藤原に対して現物。E ピンちょっと危ないですね。ああ、この E ピン。難しいな。6ブロックのまま進行ですね。どうしようかなって感じですよね。はい、あの打てないっていうのもあるんですけども、残り1万3000で。あ、アメリカさんこれもやめてるってこと？いや、行きます、行きます。行ってます、行ってます。
これで論争が出るので切れるようになった。これリアンソイスーピンはどう、むずいっすよね。ずっとどっち選ぶか。はい、まあ、その、マグリコさんもまあ確かに想像切ってるけど、ね、本当に染めてるかって言われると。おっと、いいピンつまがり。はい、これダブトンドラ。ダブトンドラ。はい。点数計算は、不計算ありませんので、3半は30分、固定になります。はい、3000オールのつまがりです。うん、レンチャンです。はい、親のレンチャンが続きます。トンの3曲、一本馬、ドラはチーピー、引き続き峰村の手配がいいぞ。赤いですね。かなり赤いです。かなり赤く、ね、メンツも整ってるに見えました。3面間違いありますね、ピンズに花灰。あ、めっちゃいい、リアンシャンペン、めっちゃいい。はい、ポンポンリアンオーパーみたいなもう自動的に。うわ、これズタズタボロっすね、これ。うわ、このハイパイ苦しい。これぐらい悪いと逆に行きやすい。国人の3シャンペンです。レベル悪いともうスカッといくるね。うん、わ、いいとこ入った。めちゃくちゃいいとこいた。初もないでもいいし。いや、これね、初泣かないんじゃないですか。だってあのトークをしない人、これ初泣きます。初泣くと形だいぶ良くなります、ね。いや、そうなんですよ、はい、そうなんですけど、あと確かに、いや、それ判断、はい、いや、めちゃくちゃ強くなりますよね、はい、初ポンして3層ですよね。そう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 、はい、確かに初はポンしそうだいやいや、出てもないと、出てみないと分かんない。ちょっと出てみるまで待ちましょう。いやいやいや、しかも一見国士ですよ、はい、重厚な、重厚な片や国士、この初は出ない。初は出ない。リアンシャンテン、リアンシャンテン、はい、何がないのかな。トンと白がないように見えます。トンと白9番泣くかどうか見てください。トン白9番。うん、これなんだろう。それだから例えばですけど、ここ先にリアンパーピン埋まりましたと、うん、したときに、これ官老ピンのイーペーコ、あ、これ官老層のイーペーコ、官老層にするか。これは、あ、待って、これさ、思ったんだよね。統一が1個増えたら、あ、でも国士なのね。なんか統一1個増えたらなんか、ね、そうそうそう、漫画なっていう。でもリアンシャンテンなんでね、老層、はい、老層になった時どうするんだろう。いや、乾燥層にするでしょ。老層一本見て。ああ、そう、ね、これで何の文句もなくリーチ。いや、これやばい。リーチ、赤さん、ドラ花。完成版っていうのは枚数ですね、やっぱり。はい、うん。点差が。これ、リャンパーピンは？リャンパーピンはもう無限ですね。点差、これ、だから、ハネマン積もると、9000は1万点オールで、何点差あります？藤原が飛びます。ニコちゃんがリャンパーピンなんか持ってるわけで。今ですね、5万、今、D ボが出てるので、5万6千点です。うん、で、はい、マグリコが8万4千点ですので、うん、2万6千点差？うん。あ、じゃあ逆転ですね。はい、あ、じゃあ2万8000点差だ、ごめんなさい。2万8000点差。はい。逆転です。これ積もると逆転です。積もると逆転です。はい。積もっていうか倍万ぐらいありそうですか。飛ばして逆転トップ。リアンパーピン。いや、1枚、あー、ウーピン。まあ、ただこれ、立ち向かうにはちょっと苦しいか。まあ、白はね、こっちやってきてるから、ちょっとだけ切りやすい。リアンパーピンはあと何枚なんですか、これ。めちゃくちゃいますよ。めちゃくちゃいます。まあ、ボブリコさんが3枚しか持ってないから。4、自分使って4で、12から引く8山、うん、これでもトンハクのいいシャンテンですよね。そうですね。8山って言ってました。あ、あと7枚。国士いいシャンテン、国士いいシャンテン、いいシャンテン、トンハク。ハクが2枚いる。2枚、2枚。2枚、2枚。あ、じゃあ、あるじゃん、あるじゃん。いや、2枚ありますよ。でもただ、リャンパピが甘いにも多い。リャンパピすぎるかな。リャンパピが甘いにも多い。いや、でも分かんないよ。いや、分からない。いいピン。びっくりした。いいピンは現物。まあ、リアンパピの方早いと早いでしょうね。ね、早いでしょうけど、もうですよ。この形になると形上はリアンピン選ばれそうですが、どうするか。だって親なし、お、行かない。チーピン。ベタ。だと分かんない。予想すら。こうなると、そしたら国士も分からない。今度分からない。そうするとリアンパが国士なの。ああ、スーピンとパーソー2筋行くかどうか。スーピン行った。まあ中筋。中筋。はい。マグリコさんが降りたら国士あるよ。これやめる。と、これ、でも、折り切るとして、次、チーソー抜くのかな。そうですね、現物。チーピン切ってる時点でもうやめなんで。あ、9番。いや、これちょっと、時間かかってるよ。いや、早く、手繰り寄せで大変なことになるかもしれない。いや、切りたくねえけど、休めって言って切るか、これ。行くしかないですよね。まあ、その積もらないと時に、相当終わりそうっていうことですよね。いや、怖いか。怖いよ。漫画なら、漫画なら OK と。さすがに怖い。いう判断です。ここは国士撤退を藤原。ってことはもうリャンパーピン。リャンパーピンの行方を追うばかりになりました。はい、ね、ああ、ね、まあまあ一つ回収。いや、これは流れないです。さすがに。上がりですか。うん、これで、ね、これ流れるほど3万甘くないね。とか言ってね。とか言ってるとね。あれあれなくなってる。ちょっと。ヒロさん。言ってる。いやいやいや、言ったそばからやめてくださいよ。怒られますよ、ウィルちゃんの人に。3、4、5、6。これ流すのはぬるすぎる、ね。まだ5個ありますよ。うん、積もりました。リャンピンのつま上がり。
これ大逆転だ。はい、裏ドラ1枚、リーズも赤赤赤花、ドラウラ、ハネマン、んごめん、バイマンか、ごめんなさい、バイマンですね。リーズも1234、はい、バイマンの1本馬1万3000オールの上がりで、このゲームは峰村が逆転トップで終了という形になりました、はい、改めて最終スコアをお伝えさせていただきます、トップになりましたマージャンデイサービスウェルチャオ、峰村8万2000点のトップ、続きましてサキュバスマグリコ7万1000点の2着、新外に藤原2個マイナス3000点での3着という以上の結果になりました。さあ、お二人ちょっとお話伺いたいと思いますけれども、はい、まあ今回のこの対局見ていただいて、まあ最後は見事な逆転トップだったかなと思いますけれども、はいはい、まあどこからどう説明するか、どこからどう、なんか俺一回一曲みんなでこう頭を切り続ける曲あったじゃないですか、はい、トーンの2曲の、あれはちょっと、はい、おーってなりましたちょっと聞いてみたい、多分ね勘違いしてたんじゃないかなと思うんですよね、うん、ちょっと後ほどねインタビューでお話を伺ってみたいと思います、うん、聞いてみたいです、ね、はい、マスターいかがでした。そうですね、はい、まあ最後手が入って上がりきりで、まあニコさんがちょっと苦しかったですね、かわいそうですね、はいはい、辛い展開続きました、うん、はい、さあということで10回戦の模様をお届けさせていただきました。実況は私橋本亀、解説には、2枚目よりマスター、麻雀警察さんに来ていただきました。お二人もありがとうございました。ありがとうございました。麻雀が打てるデイサービス、プロ獣士が指導、関東5店舗展開中、ウェルチャオ。さあということで10回戦見事トップを取りました麻雀デイサービスウェルチャオの峰村義孝さんに来ていただきました。まずトップおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初参戦の企業リーグ、緊張されたと思いますけど、1戦目いかがでしたか。いやー緊張しましたね、はい、もうめちゃめちゃ緊張しましたね手こらなんでしょそうですか、ね、こんな静かなところで麻雀のことないですよね。ないですね。サックのカラカラみたいな音だけで。頑張りましょうとか。そうね。そうそうそう。それがない、その声がないと本調子出ないですよね。そう、いや、本当そうなんですよ。本当そう、そうそう。静かすぎるんですよね。緊張しちゃう。最後、逆転トップの条件の、ね、テンパイも入って。はい、そうですね。はい、個人的に気になったのは、初、まあ、道中ポン点取るのかどうかみたいなところ、ポンして進めていくのかなみたいな。あ、あれですか。そう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 、はい、ね、序盤は取らないんですけど、はい、もう6巡目ぐらいになって、6巡目以降は初ポン点して酸素切って、うん、まあ、受け入れマックスにしようかなとは思ってました、はい、あ、ごめんごめん、はい、ダブトンあって、あれはわざと泣きませんでした。 あれぐらいの形だったんで、うん、あとまあそのもうちょっと後で泣いても全然間に合うかなって個人的には勝手に思ってました。なるほど、打点がちょっと少なかったんで6000点なんでね、はい、うん、ダブトンしかなかったんですね。ただあれ多分ほとんどの人が泣くと思うんですし、はい、はい、いやで泣かないと負け組かもと思いながらも、分かってても泣きます。意思表示する、いや力強い、これ一番手強いタイプだ。いや下手くそなんで、僕いや重厚なスタイルということで、いやいやいや、ザンリーグ向きじゃないですかね。いや全然全然あって、もう一個気になったらあれですよ、確か最終的にその世界色気みたいになっちゃって、あー44578でしょ、そうそうそう、あれ赤薄を切ると一番ピンズとソースに受けられたんですけど、その一歩前のところに頭を落とす選択してませんでした、はい、頭を落とす、普通にシャンテンになりそうな感じの手配だったのに、なんか頭落として、俺なんかすごい遠回りしたなみたいな。どんな時だろう、トンのね、トンツーの、いや、そう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 、そのトン曲の、うん、曲は同じですよ、はいはいはい、同じ曲、トリプル積もられた曲です、ね、そう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 、はい、ウッパピン、あ、待って待って、ローピンがあった、ローピンがあって、はいはい、ローピン素直に切るケースと3ピン切るケースとピンズをコネコネして、はい、でソーズもコネコネ、あ、ローピン切りましたけど、ローピン、あ、切ったの、ね、ローピン切った時はすでにソーズが44578の2段階、その前の段階で、その前の段階で普通にインシャンテンになりそうな手配だったんですよ、だからおーっと思ってたら、って言って何切ったんだろう、ちょっと後で見てみます、ちょっと見てみます、本当に消えるそれはもうなんか完全に無意識だもん、緊張しすぎた、あ、でね、多分あの想像の方がいいと思ったんで想像に同期にはしたんですけど、はいはいはい、なるほど、ただあそこピンズと想像のロッキュッソとオッパービーに構える人が多分いると思うんですけど、はい、それはあえて僕はサブロッキュッソにしたって感じです、ね、なるほど、はい、その前のところちょっと見てみます、そのロッキュッソのお話伺います、はい、さあということで、見事、勝利しました。マージャンデイサービス優勝の峰村さんでした。で最後に一言お金の前の皆さんにお願いします。はい、皆さん初参戦ということなんですけども、見事に最初トップ取ることができても
次のね、3人目本当は、ね、うちのボスが打つ予定だったんですけど、はいはい、ボスはちょっとあの実力が早すぎて、ちょっと考え直します。もう一回、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ぜひミネちゃんをも応援してあげてください。ということで、ミネ村さん、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。